はい、どうも、コシコロです。ようこちつでやっていきたいと思います。今回ですけども、ガシャタイムですね。3回目のガシャタイム、行きたいと思います。やっぱガシャは一番ね、やる気をちょっと回復させてくれるというかね、俺一番好きなんでね、ガシャは。やるか、じゃ運外鏡使いますか。初めての運外鏡使っちゃおうか。ん？どうやって使うのこれ。運外鏡使う方法は？あ、来た。うわ、来た。めっちゃ便利やん。ドリームガチャルエット。ドリームルエットガシャいきますか。まあ、コインはもう普通のコインしか多分ないと思うんですけど、もう行きます、これで。引けるだけ行きます。よっしゃ、行ったろやんけ。行ったろやんガッシュやで、ほんま、これ。まあ、じゃあ何回引けるかどうかやな。あとなんか容器を潰せば俺持っとうからさ。おう、これ。足りひん。何これ。エビス、ビシャモンデの戦える？なんじゃこれ。大黒天？うわ、なんかや、めっちゃあるやんけ、いっぱい。大黒天とかビシャモン天とかもうモンストやんけ、もうこれ。チェケ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 、いや、あ、いえ、いえ、あ、これ頼むぜ、ほんま、30回で来いよ、お前、ほんまに。奇跡見せろ、お前、ほんま。少年出てけよ、ほんまに、お前、気合入れてけよ。バッチバチいったるよ。頼むぞ。一回だけやめて、一回やめてな、一回やめてな。お、お、お、来たー !10 回来たー、しゃーあ、チッケチッケちゃん、おい、チッケチッケちゃん、イェー、あ、お、イェー、俺いる、イェー。オッケー。おっしゃ、回したろか、いっぺん。やばそうな回していく。ドリームコイン G1 行ってまう？行ったれ、行ったれ。結構当たりあるぞ、これ。行ったれ。さあ！来た！よっしゃー！イエス！おー、何これ？プラチナ鬼パス？プラチナ鬼？めっちゃ強いんじゃん、プラチナ鬼って。赤鬼とかのプラチナバージョンやったらやばない。プラチナ鬼パス。ラスト、あ、あった。これも持っとうがええわ。ドジラか。ファントムめっちゃ気になるんやけど、なんだファントムって。ちょっと、欲しいってファントム。よこせファントム。一個しかねえからな、これ大当たり。何パーやねん。あっ！意味ねえ。意味ないっすわ。クソですわ、これ。ダンシングスター。微妙。ドジラも気になるな。お、これあれやん！ D-REX のあれやん。色違いやん、これ。ドジラって今思ったら。うわ、D-REX の色違いめっちゃ欲しいって、俺。ドジラ頼むって、D-REX の色違い欲しいって、これ。だっ！全然か。微妙!D-REX の色違いやん、ドジラ今思ったら。まあ、でも今回はプラチナ鬼パス当たっとうからな。もう一発ドジラ行っとく？どちら欲しいな、こいつ。絶対強いやん、D-REXの色違いとか。しかもアタッカーっぽいし、こいつ。あー、惜しいなー。くそー。ま、しゃあない。お、セクシーストロー。ま、合成アイテムっぽいな、これ。ま、結構レアなアイテムかな？ま、わからんけど。白銀の髪留め。エルシャクレロ？強そう。コタロー。半蔵の色違いか、これ。コタローは。カンフーマッハ。あ、あいつの色違いやん。あの、スピード速いやつの。おー、まあ、とりあえずじゃあこれ行くか。ラストブシニャンパス。ラストブシニャンでもやばそうやな。ブシニャンのラストバージョン？やばそうやな。まあ、当たらん思うけど、まあ、行ったろ。当たらんかったー。微妙なもんいらんて、もういらんて、いらんて。あか。アイラブメリケンティー。なんじゃこれ。これもあれかな。合成アイテムかな。メリケンジバニャンとかなってほしいけどな、あれでな。まあ、ならんわな。あー、ワクワクコイン鳥。なんか変なやつおるな、なんかどっちもこれ。一番左上誰あれ。まあ、行ってみる一回。古典妖怪はいらんな、別に。邪神の。やっぱこっち系行くか、カンフーマッハ。回復系おったら便利やもんな。行っとくか。ポカポカ族のオサ来い。だっ！あー、くそ。ピーン！そう、当たらんな、やっぱもう。ノーマルコインで当てようと思うのがまず間違いだか。なんじゃこいつ、アフロ 13？ なんやこいつ。なんじゃこりゃ。あ、ロケット内のイメトリ中だったのに。でも出してくれてありがとうな。アフロ 13！ まあ、ゴルゴ13のパクリでしょうね、これ多分ね。アフロ13ね。はぁ。まあ、でもええわ、もう。まあ、でも、あれかな。あと何回かけるから。
でも妖怪欲しいな、やっぱ S ランク妖怪な。誰か欲しいな。まあ、こんなんどうでもええわ、アフロ13とか、ほんまもう。あと何回いける？あと何回？あと4回いけるんか。コタロー、エルシャクロレ欲しいな。こいつ欲しい、エルシャクロレ。めっちゃ名前かっこええやん。なんなん、エルシャクロレって。シャク！あかん。そう。当たんねえ。ほんま当たれへんわ。いらねえ、スタミナもアルファ。コタローも欲しいな、イサマ氏族の。エースやであれ。コタロー来い！コタローちゃん、頼むで。タロちゃん、頼むで。来ちゃって、タロちゃん。たっ！おーし！うわ、惜しかった。カカン。どうのこっけし。あ、チェッケチェッケちゃん。あ、チェッケチェッケちゃん。あ、これ行くか、とりあえずじゃあ。お、この音めっちゃあるやん。ワルニャンはいらんから、もう片方のやつ欲しいね、ワルニャンの横におったやつ。名前わからんねんけど。キャッ！どこ？キャッ！よっしゃー！当たりー！イエス！ワルニャン来んなよ。もう片方来い。来い！おー！来た！ダリス？ダリーって感じか。あ、リスか、こいつ。ガシュ玉から出るのダリス。君出るの手伝ってくれない？こいつ何強いんかな？ダリス。ダリス。これ強そうやな、こいつほんま。やばいな、こいつ。リス？これほんまに。マジでやばいな。何しようかな。白目にしとこう。白目向いてもどうかな。でもこいつ大当たりやからそこそこ多分強いんじゃない？雰囲気。わからんけど。でもええキャラしとんな、こいつ。トランプのな、キャラで。キャラでな。お、ウサビの横や。こいつでも結構レアかもな。いや、わからんけど。まあ、ダリスもゲットしたからええわ。あと一個はね、やっぱカンフーマッハですな。こいつ欲しいな、カンフーマッハ。頼む、カンフーマッハ、くれ。カンフーマッハ。あいつ極楽術全体回復持っとうからな、多分。だっ！くそ。敗北。我、敗北なり。いやー、まあええわ。プラチナオニパス何度や、あれ。ちょっと見よう。まあ、今回、妖怪はダリスしか手に入らなかったわ、ちゃんとした。まあ、いいですわ。ほらな。さて見ちゃいましょうか。プラチナオニバス後で見よう。妖怪入れ替えね。ダリス見よう、ダリス。ダルシム、ダルシム。ランク B。力高っ。うすら影族。敵味方全員の妖怪陣の回復力がダウン。ズボラで非道。なかなか行動しなくなる。あんま強ないな。妨害系ですね、こいつは。そんな強くはないかなっていう感じ。まあ、んな感じですね。で、アイテムゲットしたんでね、アイテム。このアイテムのプラチナオニパスがちょっとやばそうなんですよね、雰囲気。雰囲気めっちゃやばそうなんやけど、な、待ってよ。道具。あった！サウスモンド地区屋上で待つ。プラチナオニと決闘できるパス。やばこれ！ただ絶対強いやろな、プラチナオニとか。絶対勝てへんやろ、多分。そんな気がするんやけど、どうやろ。勝てるかな、プラチナオニ。まあ、ちょっとおまけで挑んでみてもええかもな。あとなんかゲットしたのいっぱいな。まあもうちょっと大経験使っておきましょうか。もう多分こっから先、あれだと思うんで、あれがあれであれなんで、使っておきましょうか。いけ！よし、これでとりあえずレベル落ちてた、ちょっと。よっしょ！オッケー。まあもう、これは使えへんから、プラチナオニパスやばいな。よし。アロンパスって感じだわ。ペロ。ちょっと待って。一旦主人公交代しよう。サウスモンド地区の屋上か。どこよ、サウスモンド地区の屋上って。いけるんかな、もうサウスモンド地区の屋上って。ちょっと合成しよう。合成します。ジバニャン強化しようか、やっぱり。結局のところな。あれ、アイテム、合成アイテムじゃなかったんや、あれ。あ、ちゃうかったんや。まあ、ジバニャンいっちゃうか。自分に行っちゃおうか。そうじゃないよ。ごめん。ごめんごめんごめん。行っちゃいます、ジバニャン。おらよっと。トゲニャン。まあ、トゲニャンもトゲニャンで強いからな、こいつ。まあ、こいつはニックネームは同じでいいんじゃないかな。哲也。あー。哲也から、進化して。芝菜にしようか。オッケー。まあまあまあ。ランク B に上がったんで、多分能力はアップすると思うんですけどね。わからんけど。あ！夢だ！
俺トゲになったにゃん。トゲトゲともワイルドでにゃん。とてもとても見えるにゃん。おお、すげえやん。見た目も変わるんか、これ。いた。はわあ、ごめんにゃん。やばいやん、これトゲにゃん。俺に触ると怪我するぜってやつ。よっ、歩く危険物。個性だにゃん。危ないだに。冷たいにゃん。こんなことになるにゃんって。ふにゃー。あ、戻った。え、なんだこれ。能力だけは特にゃん、なんかこれもしかして。戦闘中以外は普通にも。おお。ジバニャ可愛いな、ほんまこいつ。あれ、そういえば。てんてんてん。残ってるけど使ってもいいのかな。おすげえ、トゲニャン、トゲニャンゲットできるってことこれ。どういうこと、どういうことかこれ。まさかの。ジバニャン消えずに、トゲニャンだけ増えるって感じかこれもしかして。ぽいな。あ、ジバニャン消えてない。うわ、レベル低くなっとるやんけい。真面目で荒くれ。ガード中に攻撃してる時にダメだったやる。守り高えな。結構スパシも高い。エシも高いしね。ただ、クリが出やすい。おお、なるほど。まあ、ゲットしたけど使わんとくか、じゃあ。まあ、鉄矢使うか、じゃあ。まあ、芝生はええわ。鉄矢だけ行こう。でもアイテムで、あれ装備かな、あれゲットしたやつ、俺が。お、これ装備いいやん。え、めっちゃ強いやん。デモネード専用セクシーでスローダンで使いこなせないスペシャルなストロー。めっちゃええやんけ、これ。お、アイラブ。お、アメリケオカ専用でめっちゃいいのゲットした。ラッキー。うわ、神の子テキサスヒットに。ぴったしじゃないですか、これ。ダニアロー。めっちゃあるやん、これ。守り曲がって。うわ、完璧やん。アイラブメリケンやん、ほんま。めっちゃいいのゲットしちゃったし、普通に。ゲットしちゃいましたー。甘栗剥いちゃいましたーって感じ。うん、これはめっちゃ良かったわ。んで、あー、素早さ下がるって、守りか、力アップか。まあ、こっちの方がいいな。つけとくか。まあ、あとは基本、妖術系なんでね。スピードベルですね、ここは。オッケー。おっしゃー、だいぶ良くなったで。じゃあ、切り替えまーす。いや、今回はまあ悪くなかった。メリケン T シャツゲットしたのはでかかったですね、普通に。ここからまあもうすぐ、多分ラスボス近くなってくると思うんでね、表面の。うん。レベルもいい感じに上がってきてるんで、まあ、このパーティーやったらいけんこともないとは思うんですよね。わかんないんですよね。はい、というわけで、とりあえず今回はこれで一旦終わりまして、次回、ストーリー進めるか、プラチナ王にね、もし挑戦できるなら、挑戦してみようと。一応ね、まあ、負けると思うんですけど、してみようかなというふうには思います。じゃあ今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。